私吉井徳江と言います。は？これちょっと食べてみて。自分で作ったね、粒を置いてったんだけどちょっとびっくりした。あのもしよろしければこう手伝ってもらえませんか。ざるに入れて。頑張りなさいよ。はい。店長さんじゃないのよ、歩きに行ったの。もしも。すいません。よかったですね。ああ、みんな手振ってる。はい、知り合いが言うにはね、その人ライじゃないかって。話せなかった。私たちも日の当たる社会で生きたい。こういう仕事を一度してみたかったの。私たちが肩代わりしてはしゃるよ。あんたまだ残ってんのよ。こちらに非はないつもりで生きていても世間の無理解に押しつぶされてしまうことはあります。そうしたことも伝えるべきでした。ペットさん、おいしいときは笑うんだよ。探していくよ。